廟部岩地区江京は、島根県出雲市の南部、神戸川上流 2km にわたる峡谷。国の名称及び天然記念物に、立、被災の名称で指定されている。安山岩湿州海岸を侵食して形成された渓谷であり、100から 200m にわたる石柱や断崖がそそり立ち、奇岩が喫立する。その独特の景観から、山陰のヤバ系の異名を持つ、地で、 渓谷沿いに展望台や遊歩道があり、観光地として開けている。名所に、屏風岩、天狗岩、人気岩、天中峰、袈裟がかり岩、エボシ岩、猿岩、ロウソク岩、天然大仏像などがある。また、立日祭三霊、三寺周辺の岩盤に掘られた五百羅岩像も、名物。付近に、立区江京温泉がある。2006年7月、 豪雨による水害で立区へ今日は大きな被害にあった。キャンプ場施設であった我が湯の里は壊滅的な被害に相撤去され、立区へ共有図ホステルは廃止された。周辺の三つの橋も被害にあったが、現在は共に掛け替えられ、峡谷の遊歩道に立ち入れるようになっている。2008年7月に豪雨災害復旧工事が完了し、周辺の観光、宿泊に関しては、 以前の状態に戻っている。2011年5月1日に申請、我が湯の里がオープンした。約3ヘクタールに、キャンプサイト約50サイト、オートキャンプ場10サイト、研修施設の管理棟、多目的広場などがあり、無料駐車場も完備されている。島根県出雲市を釣りつまち。ありがとうございます。